ついに時は来た。15年前の過ちを正すべき時。お前自身の手によってな。はい、魔法皇帝ガレオン様。ザレ事ならばその力私に示してみせろ。この世界を滑る者は神か人か、その決着をつけるぞ。アレス、僕らは僕らの信じる者のために戦う。行くぞガレオン。行かずしよう。
フフフフ。
リテナの恵みよ。レキオ、you
バカな。この私が、神の力が、破れる、などということが、そんなことが、ある、はずが。お前の守るべき神だ。さあ、ひざまずき、舌がうがい、ドラゴンマスター、アレス。Thank you.
ルーナ。一緒にブルクに帰ろう。ガレオンを倒してもこの魔導都市アルテナの機能を止めることはできないわ。このまま魔法力を集め続ければこのルナの世界全てが地の砂漠に変わってしまう。けれど私が消えれば行き場を失った力は暴走してこの都市を破壊する力となる。ルーナ、ごめんなさい。アレス、アレスをみんなを巻き込みたくなかった。だから僕は諦めない。だからルーナ、君も諦めちゃいけない。どんなことがあっても。僕たちの力を信じよう、ルーナ。僕たち一人一人に託された希望を、その未来を信じよう。二人で力を合わせればきっと道は開けるはずだよ、ルーナ。ルーナ、僕たちはいつも一緒さ。今までも、そしてこれからもずっと。
野郎、無茶しやがって。アレスとルーナは自分たちを犠牲にしてこの世界を。アレス、ルーナ、俺
レスよ、考えてみれば俺たちは皆未来へと進む時間の中を歩いていく旅人なのかもしれんな。そしていくつかの偶然と必然が人と人との出会いを作り、あるいは別れを生む。面白いものだな。お前たちの未来への冒険の旅は今始まったばかりだ。幸運を祈ってるよ、アレス、ルーナ、さらばだ。